皆さんこんにちは、困りなカフェの白尾です。この前ピンマイクを買ったっていうお話をしたんですけれども、実はねピンマイクがなくなっちゃったんです。ピンマイクが2本ついてて、まあ、それが送信機っていうんですけれどもね、それであと iPhone につける受信機が1つついてたんですね。で、まあ、ここにつけながらおしゃべりしてたんです。でもね、なくなって5日間ぐらい経つかしら、どこに行っちゃったかわかんないんですね。カフェのところもくまなく探して、まあちっちゃいものだからポケット、エプロンのポケットとかにねひょこって入れたのかなと思って、全部のエプロンも探したし、カゴの中も探したし、自分の家の方もね探したんですけれども、どうしてもないんですよね。で、マイクの方は2つセットだから、まあ、1個なくなってももう1個使えるんですけども、 iPhone につける受信機の方は1個だけなんですよね。だからそれがなくなっちゃうと使えないんです。それでどうしようかなと思ったんですけれども、思い切って今日また買いました。明日届くっていうことです。この前はピンマイク2つ、そして受信機1つで3300円、あれ3800円ぐらいだったかな。今度のはね8800円ぐらいかな。ちょっと高いのを買ってみました。で、 YouTube でピンマイクワイヤレス iPhone とかね、そんな感じで、検索して、まあ、いろいろ出てきたんですけれども、まあ前と同じ値段よりね、もうちょっと高くて性能がいいのがいいなと思って、まあ、今度の方がいいかなと思いながら8800円ぐらいのを注文していました。本当にねプロ用とかはね2万とかねするらしい、5万もっと結構高いらしいですね。まあ、よくテレビのねアナウンサーがつけてたりしますよね。多分そういったものはねすごいプロ用で高いんだと思いますけれども、まあそんな高いのは私買えませんので、まあ、せいぜい1万円前後かなと思って今回8800円のを買ってみました。明日来るというのでちょっと楽しみです。で、今日は、iPhone をそうですね 1.5 メートルぐらい離しておしゃべりしています。あんまり顔が近くでも皆さん嫌でしょう。もっと若いね綺麗な人だったらばね、アップでいいんですけどね、まあ私ぐらいになるとちょっとねアップでは見られないかもしれないので、なるべく遠くって思うんですけれども、声が聞こえなくなりますね。さて、それではね、今週23日天皇誕生日で、23、24、25、26ってね結構カフェ忙しかったんですね。ワンオペなんでね結構忙しいんです。しかもお客さんってどうして一グループ入るとほとんど同時刻にバババって入ってくるんですね。なんででしょうね。昨日もちょうど2時半ぐらいに常連さんが入ってきてくださったんですね、お二人。そしたらばその後2組同時刻にほとんど入ってきてくれました。だからもうてんやわんやっていうこともないけど、まあ皆さんとてもねいいお客様で、同時に3組入ってきてくださって、みんな2人だったんですね。だから 6人で、ケーキが数えたら6個かぼちゃとメイプルのシフォンケーキが2つ、それからロールケーキが1つで、バスクチーズケーキが3つ、ちょうど6個あったんですね。それでみんな何頼むのかななんて思いながら、 でもねもう私みんなに言っちゃったんです、これしかないんですってね。そしたらば常連さんとか、前バスクチーズケーキはもう食べたことがあるのでどうぞとかね、みんな譲り合ってね、本当にピタッと終わりました。本当に皆さんご協力ありがとうございます。土曜日はピタッとね終わりました、ケーキが。で、また、ロールケーキを1本作って、そして、かぼちゃと須崎島の、シフォンケーキを焼いて帰りました。普通ね3種類ぐらい作るんだけど、ああもう疲れちゃって、もういいや、どっちみち日曜日で終了、月火水はお休みなので
2種類のケーキでいいやみたいな感じでね、シフォンケーキとロールケーキだけにしました。でね、まあ余るかなと思ったんですけど、その今日もね、日曜日も本当にね、ほぼぴったりね、ケーキが終わりました。本当に23、24、25、26ってランチのお客様が毎日入ってくださいまして、まあ、ランチは予約なんですけれども、23日はランチが4名様で、24日が4名様、25日が2名様で、今日が2名様っていうことで、知らないお客様もいらしたりね、まあ、普通ね、お店っていうのは、飲食店っていうのは知らないお客さんばっかりなのに、知らないお客様が来るとちょっとびっくりするんですけど、私ね。でもね、前お菓子教室にちょっと通ってたんですっていう人がね、2人ぐらいいらっしゃいました。ランチのお客様が帰ってから1時間ちょっと、2時間近く空いてたんですね。で、今日お客様来ないかななんて思いながら、お昼をちょっと食べて、そして、ああもう YouTube やってないから YouTube を撮ろうと思って、ここのところでね、こんな感じで撮り始めてたんですね。そしたらお客様がいらっしゃいました。急いでね、この辺のいろいろ資料あったんですけど、急いでそれを基地の方に持っていきまして、音楽も YouTube だったので音楽も消してたんですよね。バックグラウンドミュージックもね、さっとつけて、そしたらば、以前お菓子教室に通ってくださってた方で、お子さんお二人をね、連れて来てくださいました。その後ドドドって2組ぐらいいらしたので、ゆっくりはね、お話できなかったんですけれども、でも本当に元気そうで、お嬢さん2人を育てててすっごく偉いなって思います。それからもう一組の方は、お母さんお二人と小学校4年生の女の子お二人でした。うちはね、本当にお子様のドリンクってあまり用意してないんですよね。今度ジュース類とか置いとこうかなって思うんですけどね、なかなか子供さんいらっしゃらないので、ジュースとかもね、置いといてもね、賞味期限過ぎちゃったりするので置いとかないんですけど、まあ、三つ寺公園も近いのでね、でこれからだんだん、お子さん連れのお客様もいらっしゃるかなと思うんで、ジュースもね、用意しておこうかなと思います。実はね、こんなのを買いました。ここにね、ジュースを入れたらいいかなと思うんですけど、あ、ペットボトルもいいかな。で、これはまあドリンク用なんですけど、本来はね、ここに今日とかはシフォンケーキを置いていました。本当はもっとね、ケーキを置きたいんですけども、お客様がコンスタントにね、これから入ってくれればいいんですけれども、なかなかね、それはわからないので。あ、そうそう、それからね、最近ちょっと、ね、ミスが多いっていうのか、今日もちゃんと書いといたんですよ、この紙に、ロールケーキの人カフェオレとかね、シフォンケーキの人がチュラシーとかね、で書いといたのに逆にお出しするとかね、ちゃんとチェックしながらやってたのに最後間違える。いやー、80までやろうかなと思ったけど、70で終わりですかね。いや、もうちょっとやらないとね、もうちょっとやっていきたいと思います。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。今ね、ピアノの部屋にはお雛様が飾られています。このお雛様は姪のお雛様なんですけれども、なので私の母がね、買ってあげたものなんですけれども、姉が毎年虫干しのためにちゃんとこうやってね、飾っています。で、皆さんお客様にね、見ていただいてます。で、私と姉の、お雛様、ここにあります。この辺ですね、昔の。これどなたかが御殿って言ってましたね、なんかいい感じですよね、この御殿ね。